利のコーナー、大喜利です。ということでお題はこちら、港障子コインランドリーで放送事故、港障子コインランドリーで放送事故何あったです。はい、BL の話なんですけど、 BL がコインランドリーのブラックリストの略だっていうね。はい、あのコインランドリーにゲームセンターのコインを入れて詰まらせるバカがいるっていうね。港障子自体が脱税して捕まる話だということで、チャンネル登録よろしくお願いします。